でっかい箱。箱の中身は何ですか？のコーナー。箱の中はまたこの細長い箱でした。さらに箱の中身は何ですか？のコーナー。逆だ。はい、今回はこちらのライトですね。結構ごっつくてサイズの割にずっしりくるんですけど、確か 60W だったかな、最大。しかもバッテリーにもなるらしいです。まあ、こちらを使ってですね、遊んでみたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは付属品をチェックしていきましょう。まずこちらはリモコンです。光の強さとか色を変えていくみたいですね。無線でコントロールすることができるようです。こんな感じになってます。ちなみに乾電池を使うようですね。こちらから入れるみたいです。さて、それでは次に HD1 というものがありますけれども、これはくっついてんのかな、よいしょ、ベリベリっと剥がしていきますが、えらくついてる。ちょっと汚くなっちゃったな。これもう箱が元に戻らなくなってしまいましたが、はい、これはハンドグリップかなんかですかね、名前からすると。うん、すごくみっちみちやな、エアキャップが。おそらくこうやって手で持って、そしてこちらにライトをつけてっていう感じになるんじゃないかなと思われます。質感はなかなかいいですね。金属の削り出しでしょうか、結構精度よく作られてる感じがあります。さらにはこちらの箱チェックしていきましょう。こちらはライトの先端に取り付けて使う、ラッパハイダーと言いましょうか。光をより強めてやる働きをするリフレクターと言ったらいいでしょうか。そちらが入ってました。先端部分に取り付けて使うんでしょうね。そしてもう一つの箱についてなんですけど、こっちの方がよりずっしりする感じがあります。よいしょ、ケーブルが入ってますね。こちらはですね、電池はもう内蔵されていますんで、この USB ケーブルから充電するみたいです。さらにはもう一つ、何やらこちらが結構ずっしりしているんですけれども、プチプチの中に箱が入っていて、あ、これが、これは AC-DC コンバーターにもなっているんですが、この AC100V から USB Type-C ですね、 100W 出てきますんで、結構出力は大きいです。同時にファーストチャージャーにもなっているようで、日本国内で使う場合はもうこちらから家庭用コンセントに挿してもらえればいいんですけど、海外の規格にも対応しているようです。それが先ほどのこのアダプターになっていて、海外旅行などにも持っていける形となっているようです。それではこちらに先ほどのヘッドといいますか、このリフレクターを装着していきます。まずはいろいろ止め方があるみたいなんですが、こちらの2本の六角のヘッドですね、これを起こしておきます。そして上からかぶせるんですけど、はまる箇所がちょうどあるはずです。ただしこの段階ではまだ固定されていませんので動きます。でこちらに突起があるんですけど、ここのくぼみにはまるようにして、そしてこの六角をパチッと止めてやると、これで動かなくなります。振り回しても大丈夫な形ですね。外すときは反対にこれを起こして、そしてこうやって取り外せば良いです。なおこの留め具の部分なんですけど、こんな感じでパカッと開くこともできまして、より大型のハイダーが装着できるようになるみたいです。先ほど紹介したものよりも一回り大きなものにも対応するみたいですね。先ほどのグリップを装着してみました。こちらでネジ止めすれば良いみたいです。そして角度を変えることができるようで、突起があるんですけど、これを押したままこんな感じで変更するようですね。ギザギザがありますんでカチッと止まります。そしてハンドグリップにもなるんですが、こういったネジ穴とか、あとはレールもありますんで、リグなどに組み込むことも可能となっているようです。ちなみにさらなる付属品としてこちらの袋があるんですけど、結構触ってるとね、モフモフ感が気持ちいいですね。
こちらには先端のラッパを装着したまま入れることができるみたいです。持ち運ぶときにですね、側が金属になってますんで、それが傷つかないように保護する目的でこの袋があると思われます。こんな感じになりますね。それではまず簡単な使い方から解説させていただきます。こちらにくるくる回すリングがあるんですけど、これを回していくとですね、緑のバーがどん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 増えていくのがお分かりでしょうか。これがいっぱい右に来るまで回して、そして回し切ったら点灯するようですね。また光の量を強める時も時計回しかな、そして反時計回しに回していくと減っていくみたいです。ただ結構この 8% ぐらいでも強力なので、これ人には直接向けない方が絶対いいですね。何か使うときは反射させた方が良いかなと思われます。相当明るいよこれ。次に色温度やモード変更の方法について解説させていただきます。まずはこちらのリングを半周ほど回した状態でキープしてください。そうするとこのように色温度が表示されます。一番高い方が 6500K、 逆に低くしていきますとより赤みとか黄色みの方が変わってきまして 2700K となります。そして少し時間が経つと今のようにこちらの光量調整に戻ります。さて次に左に半周した状態でこのままキープしておきますと、今度はモード変更ですね。この星3つは点滅モード、そしてこの星の数がですね点滅の間隔になります。これはフラッシュモードですね。ちょっと画面目が悪いかもしれません。さらにはこれは壊れたテレビといいまして、ランダムに光の明るさが変わるみたいです。そして他にもまだまだありまして、こちらは壊れた電球、さらには SOS 信号のような光り方をしますね。これもちょっと目に悪いな。通常はですねこちらのライトモードを使うことが多いのではないでしょうか。それではこのライトを使って遊んでみましょう。まずは商品撮りの練習をします。無駄にニコン Z8 とそしてニッコール Z7200mmF2.8 といういいカメラとレンズを使います。まずはこちらライトを入れていない状態です。レンズの前面の部分が照らされておらず影になっているということがわかるのではないでしょうか。また絞って撮る都合上 ISO 感度が上がってしまいざらつきやすいということもあります。そこでこちらのライトを入れますとこんな感じになるわけですよ。しっかりと前玉の部分が照らされて、しかも ISO 感度も下がってざらつきも抑えられます。欲を言うともう一灯ライトを入れる、右側から光を入れて影を消すといいかもしれませんね。こんな感じで商品撮りなどにも使えそうです。さてさらに遊んでみます。今度は動画なんですけど、映画のワンシーンのような光の中から現れる名称のような、そういう遊び方もできますね。成形写真にも応用できます。向こうからライトを照らして、これ自分がですね手を万歳と上げているんですけど、その様子を撮った感じです。ちなみに画像処理はこんな感じです。いわゆる日マスクを使って星空部分を合成しております。というのも元画像がこのスポットライト非常に強力なので、地上部分と星空部分のコントラストの差がかなりついてしまったんですよね。ちなみにこちらは出力 15% そして 5400K となっております。それでもかなり明るかったので、ここから処理するのはしんどいなと思いまして、別にこんな感じの星空を当てはめることにしました。もちろん同日そしてほぼ同時刻にライトをオフにして撮影したものでございます。そこに対して景色の部分のマスクをこんな感じで作ってですね、さらに人物の方もマスクをこんな感じで作って、そしてそれぞれ当てはめてやったというところですね。これわざわざ2つに分けたのは少し理由がありまして、それはですね、比較名で合成しないと、通常で景色を合成すると端の部分が黒く落ち込んでしまうんですよね。なのでこちらは比較名にしたと。ただしその場合人物が透けて見えてしまいますから、これは別にマスクを持ってきて、そしてそこの画像だけ切り抜いて合成したというところですね。今回はちょっとラフに切り抜きを使いましたけれども、
まあそこまで真剣な撮影でもないので、まあ、これでも良いかなというところでございます。まあいろいろとね、ライトを使った成形写真っていうのも遊び方がありますよというご紹介でした。ただし、この手の強力なライトを使う成形撮影に関しては、十分な配慮と、そしてご注意をよろしくお願いいたします。というのも、天体撮影では光が非常に気になるからですね。特に周りに星空の撮影をされている方がいらっしゃるような状況では、これを使うとしかめっ面をされるか、最悪の場合トラブルに発展する可能性もありますので、このようなライティングをするときは、もう自分一人しかいないとか、そもそも周りが明るいとか、曇っていてどうしようもないとか、そういう状況に限定してください。そしてそして、こんな感じの呪いの心霊写真まで撮れてしまいました。生首が空を飛んでる。ま、この生首の正体は自分なんですけどね、初見さん。これどうやって撮ったかっていうと、シャッタースピードは10秒、ISO 感度は3200。成形撮影と同じ設定ではあるんですが、ライトの方に向かってゆっくりゆっくり歩いていったんですよ。どんな感じの仕上がりになるのかなと後でチェックしたら、なんと心霊写真風になってました。まあ、こんな感じのですね、遊び方もできますね。はい、ということでゴールドクロー GC60 ライトいかがだったでしょうか。非常に強力なスポットライトとなっておりまして、まさに業務用スタジオで使うような、まあ、そんな感じのライトだなと思いました。ただし返す返すなんですけど、この手のライトを成形写真で使うときは十分な配慮とご注意のほどをよろしくお願いいたします。なおこちらはバッテリーにもなりまして、 USB-C 端子がついてるんですけど、ここから給電することも可能となっております。 142Wh ということなので、十分デジカメとそしてレンズヒーターを含めて星空タイムラプスを一晩中回すことも可能となっていますね。緊急的にはそういったバッテリーとしての使用も可能となっております。それでは今日はこれぐらいで動画を終わります。ここまでご視聴くださった方ありがとうございました。失礼します。さようなら。